川の中をガンガン突っ切ってますよ。うわすごっ。おはようございます。ニュージーランド在住のセイです。さて今日は1月の9日、ニュージーランド一周旅行の8日目です。ついに2週間目に入りましたね。そして今私はフォックスグレイシアという町に滞在しています。そして今日はこれからこの町の名前の由来になっているフォックスグレイシアという氷河を歩いて見に行ける場所があるということで、そこまで行ってみたいと思います。では行ってみましょう。では出発していきましょう。今時刻は午前10時を過ぎていて、もう今日チェックアウトの人たちはもうすっかり出発した後になってますね。昨日の夕方着いた時はもうここのキャンプサイト、もうキャンピングカーでぎっしりといった感じだったんですが、今だいぶスカスカになってますね。連泊のお客さんが普通に残ってるだけで、それ以外の人は次の目的地に向かったんでしょうね。そしておそらくまた夕方には人でいっぱいになると思います。いやでもこのキャンプ場すごくいいですね。あ、正確にはホリデーパークというところなんですが、他のトップ10ホリデーパークというシリーズと比べても群を抜いていいんじゃないでしょうか。キッチンとかプレイルームとかすごく綺麗なんですよね。こうちょっとおしゃれな感じまで漂ってて、いや本当に快適に昨晩も過ごせました。いやここはもっと長く泊まってもいいなっていう感じですね。あとこの町に着いたところから、よく見かけるようになったのが中国人の観光客ですね。ここに来るまでの道中、南島に着いてからほとんどその、そもそもアジア人自体をなかなか見かけなかったわけですが、この町に着いた途端やはりこう団体ツアーとかそういうのが組まれてるんですかね。結構団体でゾロゾロと歩いている中国人の観光客というのが、よく目に入ります。あとは私が今滞在しているホリデーパークにもいろんなところに英語と合わせて中国語のさまざまな表記が書かれていましたね。それだけ中国人観光客が多いってことでしょうね。多分あのヘリツアーとかそういうのに参加するんでしょうね。あれ結構高いですからね。一番いいツアーで確か 4,50 分程度で480ニュージーランドドルと、なかなかなお値段がします。ただそういったツアーの窓口が昨日の夜8時頃ですかね、その時間帯でもまだ受付がオープンしていたってことを考えると、それだけ人気があるということなんですね。ちなみに今回の私はそのヘリツアーには参加しないで、歩いて見に行けるそういった言うなればエコツアーというやつですかね、そういったもので見に行く予定です。ガイドさんとかそういうのは一切なしで、ウォークウェイそういったところを歩いていくやつですね。ちなみに、私の泊まってる宿から車でだいたい10分程度のところ、そこからずっと1時間くらいかけて歩いていくそうです。なんか立派なというのはちょっと違いますが、なかなか物々しい橋が出てきましたね。おお、景色もなかなかすごいですね。左ですね。グレイシアビュー。
ナビによるとこの道が3キロぐらい続くようですね。おお、なんかこうサファリパークのようなちょっとこうアドベンチャー感のある道ですね。なんかこの鬱蒼と生い茂ったシダ植物がこうジュラシックパークを彷彿とさせるようなそんな感じの場所ですね。なかなかこれはこれで綺麗ですよね。おお、なんかますます木々がこう生い茂った感じになってきましたね。目的地の駐車場までは残り1キロ程度。これだけ木がたくさんあってもちゃんと GPS の信号は入るんですね。すごいもんですね。そういえば予報では今日午後か夕方頃から天気が崩れるということで、この、バリーウォークというこのグレイシアを見に行くウォークウェイですね、ここに行くなら午前中がいいよと宿の人にもアドバイスされました。ここのところ毎日一日中ずっと活動しっぱなしだったので、さすがにちょっと疲れが溜まってたのか今朝は早く起きれなくて、もう9時頃にようやく起きた感じでした。ただホリデーパークのあのキャビンのベッド、あのマットレスがすごく寝心地よかったですね。すっごい快適に眠れました。こういったところのベッドのマットレスっていうのはあんまり期待してなかったんですが、まさかの快適ベッドにびっくりでしたね。室内にはヒーターではなくエアコンまでついてましたからね。いや本当至れり尽くせりで、すごくコストパフォーマンスのいい宿だなと思います。はい、なんだかんだ言ってるうちに、駐車場に着いたようですね。ここで合ってると思います。ここまで一本道でしたもんね。よいしょ。ではここでトレッキングシューズに履き替えて先に進んでみたいと思います。準備が整いました。トレッキングシューズを履いて、そして結構標高が高めなのでちゃんと寒くなってもいいように長袖を着て、あと日焼け止めを塗って、帽子も念のため用意しました。そして、背中の方には水とあと夏場そういったものが入れてあります。リバーウォークトラックビューポイント、こちらですね、行ってみようと思います。上空の方でヘリコプターの音が聞こえますね。あの氷河を上から見てちょっとだけ着陸もしてくれるというやつですかね。そういったツアーがとても盛んで、ヘリとかセスナで遊覧飛行するプランっていうのがいろいろと昨日の宿でも紹介されましたね。そしてだんだんと今森奥深く入ってきたんですが、思った以上に肌寒いですね。結構空気冷たいなっていう感じがあります。これ歩きやすいようにズボンの裾をまくってたんですけど、足首がなんか冷えるんで、よいしょ、こうしときましょう。よいしょ、これでだいぶ違いますね。川の音が聞こえてきましたね。結構流れが激しそうな音ですね。そういえばウォークウェイはしっかりとちゃんと踏み固められてて整備されてて歩きやすいですね。これなら普通の運動靴でも問題なく楽に歩けますね。そして上の方を見上げればまるでこうもののけ姫とかに出てきそうなそんな雰囲気の森の中ですね。
なんか川も激しく流れてます。はい、今終着点に着いたんですが、事前に調べてた場所と全然違いますね。道のりも片道 4,50 分って言われてたんですが、たったの10分で到着しました。氷河の方もこの木と木の間から遠くの方に見えるというだけですね。このずっと奥にあるこの青っぽい、青みがかった白の雪ともちょっと違う感じのやつですね。これが遥か遠くに見えるだけですね。もしかしたらちょっと来るところ間違えたかもしれませんね。他のところも見てみます。昨日宿の受付のお兄さんにウォークウェイを教えてもらった時、2つ教えてもらったんですね。どうもそのうちの短い方のコースに来てしまったようです。なので今からもう一つのコースに行ってみようと思います。今別の道に入ってきました。さっきフォックスグレイシア行きの道に入る前に渡ったあのワンレーンブリッジですね。あの手前にもこう左にそれて入っていく道があったんですね。さっき全然気づかなかったんですが、どうもこの道の先が、今朝最初言っていたバレーウォークという往復で1時間40分程度の道のりのコースですね。おそらくこっちがそこにつながる道路だと思います。こっちの方がちゃんと道路が舗装されてて運転しやすいですね。やはりこちらがメインのメジャーなアクセスポイントなのかもしれませんね。お、なんかすごい場所に出てきましたね。これはすごい。おお、すごい。これはすごいですね。これぞ絶景って感じの場所ですね。これはウォークウェイもすごい期待できそうですね。ワクワクしてきました。ここからはグラベル、未舗装路ですね。あ、でも奥の方に駐車場らしきものが見えるので、多分もうすぐに目的地ですね。そこから歩いていくことになるんでしょうね。それにしてもすごいな。これは絶景だな。すごいな。うわ。ここですね。ここに止めましょう。よし、到着。うわ、すごっ。めちゃくちゃ雄大ですね。なんかもうスタート地点ですでにすごいですよ、これ。うわ、これは楽しみだ。何かの作業車ですかね。川の中をガンガン突っ切ってますよ。あんなすごいトラックがあるんですね。すごいな。あのトラックすごくでかいのに、それが小さく見えるほどのこのすごい谷、この谷の壮大さが伝わりますかね、これで。いや、半端ない。こちらに、このフォックスグレイシアの、バリーウォーキングのいろいろ注意書きがされてますね。
まず今日のコンディション、ビューポイントはグレイシアから450メートルほど離れたところから見れて、ウォーキングタイムは1時間20分、トラックコンディションは良好だそうです。そしてこのビューポイントがその日のコンディションによって変更されるそうです。というのもこれがですね、川の流れが同じ日でも簡単にすぐ変わってしまうらしくて、例えばこの写真の例だと午前10時は全然こんな風に川がちょっとしか水がない状態なのが、午後2時にはもうこんな風に桃のとこまで水かさが来るほどの深さになっていると、こういう風に急速に状況が変化しやすいそうです。なので装備もちゃんとしたものを用意するようにと、ウォータープルーフのジャケットとかそういうのを用意しましょうと書かれています。ちなみにここの人の写真がやたらとリアルですね。ちゃんとこれ人の形にパネルがカットしてあります。面白いですね。では早速私も行ってみたいと思います。今日は雲で日が陰ってるせいもあってか結構肌寒いですね。長袖持ってきて正解でした。ただこれ風は通しちゃうやつなので、風を通さないタイプの長袖があったらよりいいですね。おそらく晴れてたら晴れてたで今度は日差しが痛いぐらいで暑いと思うので、やはり長袖着てきた方がいいでしょうね。何にしてももうちょっと暖かい格好した方が良かったなぁと今思っています。ここに来てみたいなぁと思っている方はくれぐれも風を通さないタイプの長袖を用意するようにしましょう。それにしても本当に雄大な景色ですね。ロード・オブ・ザ・リングとかのイメージが強いですが、本当なんかそういう異世界のなんかいろんな住人たちが出てきそうなぐらいのとても幻想的な世界ですね。今のところウォークウェイは踏み固められた道が続いてますが、舗装はされてなくて結構石がむき出しになっているところが多いですね。こういうところはやはり少なくとも運動靴を履いた方がいいでしょうね。用意できるのであればやはりトレッキングシューズがベストですね。結構な急坂が続いてます。そして、さっきよりもだいぶ道もデコボコしてきましたね。やはりこれはトレッキングシューズがベストな道ですね。さすがにちょっと息が切れてきました。この夏は友達と一緒に週に1回ジョギングをやってオフロードランというのにも参加したんですが、あのトレーニングやっといてよかったです。そうでなかったらここもっときつかったでしょうね。あとさっきから上空をひっきりなしにヘリコプターが飛んでます。これはその氷河を見るツアーの人たちですね。そして、この音が嫌で静かな時に登りたいという方は午前8時より前か午後6時以降、その時間帯にここに来るようにしましょうと看板に書かれてました。結構話しながら登るのきついですね。よいしょ。
からはちょっと平たいですね。よかった。普通に喉乾きますね、これ。いやー、ちゃんと水の準備は必須です。持ってきてよかったです。こちらはこういう感じで飛び石を渡って小川を渡るようです。よいしょ。よいしょ。水深は浅いですが、そこそこ流れがありますね。足を滑らせないように気をつけた方が良さそうです。いやー、この景色は本当にすごい。ちなみにウォークウェイはまだまだ先まで続いているようで、この遠くの方に人がちっちゃく歩いているのが見えますね。で、あの崖の向こうの方まで道が続いているので、まだまだしばらく歩くようです。ちょっと山の上にかかってる雲が厚くなってきてるので、先を急いだ方が良さそうですね。あちら奥の方にも立派な滝が見えますね。いやー、荘厳だ。いやー、本当に雄大だな。あれは何のための作業かはわからないんですが、ずっとショベルカーであそこら辺土と石をどんどん掘ってダンプに乗せていってますね。あのダンプももう何度も往復しています。とこちらの方に、あ、いましたね。こちらにも次のダンプが向かってますね。ああやって一日中ずっと大きな岩と土を運んでるようです。それにしてもこのウォークウェイ、なんかもう先に進めば進むほど道がどんどん荒くなる一方ですね。やはりこれはちゃんとした装備を持って舐めてかからずに来た方がいい場所ですね。今標識で見つけたんですが、そこにある青いやつですね、ちょうど今人が立ってるあの標識に書かれていたのが1998年、つまり今から20年前はもうこの辺まで氷河が来ていたそうです。それが今ここからでは見えないほど奥の方まで氷河が後退しています。たった20年でこの変化は大きいですね。そしてそこのサインボードに書かれている内容によると、この氷河というのはわずかな気候変動に大きく左右されるらしくて、この20年でこの辺の気温は 0.3 度くらい上がったようですね。たったそれだけで一気にここからもう見えなくなるほど奥の方へ後退してしまったと。そういえば以前ニュージーランドにワーホリに来たことがあるというハンドルネームコネネさんという方もこの氷河を見に来たことがあるそうなんですが、おそらくその時はまだこの辺で見れたんでしょうね。どうでしょうコネネさん、あの頃とやはり全然違いますかね。こちらにも道が一本あるんですが、こちらは、ガイデッドグループのみということで、要はガイドさんがついているそのエコツアーってやつですかね、そういったのに参加している人しか通ってはダメですよということで、こういう風に柵がしてあります。こういうとこ行けるんだったらそういうツアー申し込むのもありだったかもしれませんね。まあこれはまた次来た時の楽しみにとっておきましょう。それにしても本当にこの景色が雄大すぎて、これなかなか
映像が収まりきらないですね。はい、ここがさっき手前の方からまだまだ先の方までウォークウェイが続いてるって言って撮影してたあの道ですね。いや、これは遠くから見た時の見た目以上に険しいですね。でも本当に景色がいい。このウォークウェイは単にあの氷河を見るというだけじゃないですね。それだけのためでなく、単純にもうこの景色がすごい。これを楽しみながら歩いていけるっていうのがこのウォークウェイの醍醐味ですね。いや、この道がまた急ですね。いや、もう息が切れるし、でちょっと後ろを向いてみたらこの雄大な景色、もう何回雄大って言ってるんでしょうね私。でもこれはすごい。ようやく終着点が見えてきました。おお。これは立派だ。この奥に見えるのが氷河ですね。この奥の方にあるこの白いやつですね、初めて生で見ました。ただですね、かなり前に私が見た写真ではこれのはるかもっと手前まで氷河来てたんですよね。だいたい感覚としてはここぐらいですね。それが、今やあちらの方まで後退しています。どうも地球温暖化の影響らしいですね。11年前に私がニュージーに来た時も氷河がその温暖化の影響でどんどん小さくなっているというニュースを見たんですが、最近もそこからさらに小さくなっているというニュースを見ました。以前であればもっと迫力のある氷河が見れたんでしょうね。こうやって以前あったものがだんだんと失われていくというのはもう止めようのない仕方のない流れだと思うので、他にも見に行ける場所は今のうちにたくさん見に行っておきたいですね。ちなみに反対側の下流方向の景色も見事なものです。氷河以外にもこうやって見どころがあるというのがこの場所の魅力の一つでしょうね。いやー、いいなー。結構ここ冷えるんですが、もうしばらく見て帰りたいですね。ではゆっくり休憩しつつ景色も堪能したので、そろそろ駐車場の方に戻りたいと思います。ちなみにこの場所は上空をヘリコプターが飛んでいるということもあって、ドローンの飛行は禁止となっています。ちなみにここに限らずニュージーランドでは基本的に人気のある観光地ですね、人が集まるところやあとはイベント会場、こういったところでの許可なしでのドローンの飛行は禁止されています。私もそれを予想してたので、もうドローンは車の中に置いてきました。というわけで無事駐車場の方まで戻ってきました。いやー、行きはいいんですけど、やっぱり帰りも来たのと同じ分だけの道を戻っていかないといけないっていうのがしんどいですね。一
は良い良い、帰りは辛いってやつですかね。あ、でも本当に見に行ってよかった。氷河だけでなく、周りのその谷の川とか滝とか、そういったすっごい壮大な景色が堪能できて、本当にいい体験になりました。ということで、この後はこのままあの居心地のいいホリデーパークに戻ってお昼ご飯にしたいと思います。このニュージーランド一周旅行に出てからというもの、毎日一日中動き詰めなので、今日はあとはゆっくりして疲れを取りたいと思います。では今回の動画は以上で終わりです。いかがでしたでしょうか。次回はワナカという町までの移動の動画になると思います。興味のある方はよかったらチャンネル登録をしてお待ちください。ではまた次の動画でお会いしましょう。なんかそれっぽいのが見えてきました。おお、これですね。おお、やはりこの町もすごいにぎわってますね。すごいですよこれ。めちゃくちゃいい景色がずーっとパノラマビューで続いてます。